お年玉人間 UFO キャッチャー対決。代表者一人を釣り上げ、文字通り UFO キャッチャーのように残りのメンバーがうまく操作して豪華賞品をゲット。軍団からはラッシャー板前、そして若手からは無法松が挑戦することに。まあ、普通に、UFO キャッチャーをやってもしょうがないんで、はい、ちょっとだけ皆さんがやりにくいように障害物が A、B それぞれの中にありますんで、はい、選んでもらいます、はい、ね、どっちを選びますか、香里。ラッシャーの B。 ラッシャー軍団チームが選んだのは B、 対する若手チームは A を選択。果たして幕の中に入っているものとは。ご覧のように賞金10万円が入っております。10万円。はい、ラジオにこれつけてつけて。何ですか、こんな意味があるんですか。あ、意味あります。何かあった時に困るから。司会者、この赤いのは何でしょう。これ、あ、これは前の方の血液ですね。赤くなってますよ。大丈夫大丈夫。それではフレームを上げていただきましょう。歌った。危ないって。無理してる。あ、さあ、ラシナさん見えた。ご覧ください、賞金10万円。いやいや、この誰もを抱え上げれば。それより気になるものがあるんですけど。何？気のせい。あ、見てるよ。ゆっくりゆっくり。頭が。ゆっくり落ちて。
おめでとうございます。商品はワンちゃんがゲットしました。